どうもこんにちは、久々 の、 あの金魚屋さん巡りですね、取材ですね、こちらはですね、福岡県北九州市にあります、金魚屋さんです。名前があの漢字一文字であの希望の木ですね、で金魚屋木っていう呼ぶんです。すごく覚えやすい金魚屋さんですね。金魚屋木さんに来店させてもらいました。で自分はあのこの金魚屋さん初めて行くわけではなくて、乙姫ですね、餌の乙姫です。自分の大好きな食わせ込みシーズンには僕の育て方だと必ず必要になってくる人工の粒餌なんですけど、その乙姫がたくさん置いてあるので、いろんなサイズの、ね、粒の大きさ、こんな感じです。こうやっていろんな種類の乙姫を取り扱いされてますので、で、まあ、実際現地に行って粒の硬さだったり大きさだったり見ることができるので、もちろんネットで買うこともできます。あの金魚屋キーさんもネットヤフーショッピングかなにいろいろ餌だったりなんかオリジナルの T シャツだったり、もちろん生態もですねアップされて、販売されているんですが、もうここの金魚屋さんはその、ね、ネットで買うよりかはもう実際に行ってみて買った方が非常に楽しいというかお得というか、で全ての生態をネットでアップしてるわけではなくて、やっぱネットにアップするとですね、やっぱあっという間に売れてしまうので、なかなかそのネットでは公開してない店頭に行かないと買えない金魚というのがたくさんあります。で今動画で映ってるんですけど、まあ、値段もちらほら見えると思うんですけど、間違いなく安いですね。店長さんからね直接はっきりとは聞いてないんでわからないんですけども、仕入れの方もされてるそうなんですけど、おそらく見た感じもうほぼご自身で飼育されて、こうやって稚魚も搭載魚もたくさんいたので、ほぼご自分で飼育されているので、まあ、自家製ってことですね。おそらく8割9割方自家製の金魚が並んでるんじゃないでしょうかね。自分がそうやって並んでるって思うのはやっぱ値段を見て安い金魚が多いってことですね。自家製だから出せる値段、ね、おそらく愛好家さんとかどっかからですね仕入れた金魚っていうのはやっぱそれなりに値をつけないとね、もちろんご商売としてもやっていけないので、どうしても高くなってくるんですけど、今ここに映っている金魚はおそらくネットでね全て販売ねさばいていけるような量の金魚ではないので、もうここに来てここでしか買えない金魚ですね。でこっちは自家製の金魚で多分非売品だと思います。こちらはちょっと奇形の子たちですね、奇形の子たちを育てられてるんですけど、まあ、跳ねずに育てられてるんですけど、でこっちも自家製のアズマニシキだと思います。600円ですもんね。間違いなく自家製ですね。これだけの値段を落とせるっていうのは、しっかりとしっかり選別されたアズマニシキで、もうほとんどの水槽を見たんですけど、選別完璧でしたね。もちろんさっきの奇形の子は非売品だとは思うんですけど、他の船見させてもらった、まあ、上見からだけなんですけども、しっかりやっぱ選別されてるんで、わ大変だなと思いましたね。でさっきまで見てたのがガレージの中なんですね。実は室内でガレージの中で展示されてる金魚 でそこからすぐ出るとお庭につながって、これまたえげつない量のプラ船が置いてあって飼育されています。見てください、ランチューです。黒ランチュー、これ1000円です。で赤いやつ、大きいやつが1500円かな。もうちょっと値段乗っけていいんじゃないかって思うぐらい安くね、見てください。多分 上から見ても分かると思います。特に形がおかしい子たちを安く売ってるわけではなくて、しっかりもう選別されたいい子たちですねが販売されています。で種類も豊富ですね。ランチュー見たと思えば隣水泡岩が泳いでいましたし、ピンポンパールやら頂点外だかな、とにかくもういろんな品種がいて、ちょっと覚えきれないんですけども、いろんな船の中に同じ品種をたくさん買うんじゃなくて、いろんな種類の金魚をですねたくさんのタフ船で買われてたので、120リットルの船かな、多分120リットルのプラ船でね、いろんな種類の金魚を買われていました。もちろん船ごとに品種は分けてですね飼育をされているんですが、ね、お庭も整理整頓されて、多分 DIY が好きな多分店主だと思います。ものすごくなんかいろいろ棚だったりなんだり単管パイプを使って作られてたりね、多分アイデアマンだと思うの、行っては分かりますよね、そういうのって。ここの金魚屋さん絶対 DIY 好きだろうなっていうのがすごく伝わってきます。でとんでもないでかい丸いですね、
船も置いてあって、どんくらいでしょうね、これ 1トンぐらい入ると思うんですけど、でこういう飼育の状況、飼育場の状況だったり、現在販売されてる展示されてる金魚がね、どのくらいいるかっていうのは、インスタグラムをされて、インスタグラムよりもあのアメブロっていうんですかね、あのブログものすごい頻度で更新されるお店なので、すごく見てて楽しいです。もともと自分はブログからのファンなんですけども、ちょっとあの金魚屋さんから自分が住んでる場所が遠いのでなかなか行くことはできないんですけど、いつもあのブログをですね、見て楽しませてもらってます。で今回このね、金魚屋キーさんに行ったのは、もう一番の目的は餌ですね。毎回こちらの店来店させてもらうときは、もう完全に乙姫狙いというか、あの本当に大量 の金魚の餌ですね、乙姫っていう高タンパクな餌をですね、いろんな種類在庫抱えてくれてるので、なかなか福岡で、九州でそうやってね、2キロとか10キロとかまとめて一気にね、そういう餌をね、専門的な餌を買えるお店ってなかなかないので、すごく助かってます。あの毎年ゴールデンウィーク前ぐらいですかね、暖かくなるなーっていうぐらいの時期に、こうやってちょっと乙姫を仕入れしに行くんですけども、今年はまあ2種類の乙姫を買わせてもらって、で、おまけにこうやって見るんですけど、まあ安いですからね、見てたらやっぱ欲しくなって、あの結局2匹ぐらい金魚買いに、行かせて、あの購入させてもらったんですけど、またね、購入して導入動画はアップしたいと思いますので、さて何を買ったでしょうという話ですけども、福岡、九州でも乙姫売ってるお店ってあるんですけど、結構やっぱその小分けにしてちょっとまあ値段も乗っけて、ちょっと割高で販売されてるところが多いので、なかなかですね、あの餌にお金かけることができないんで、 なんとかね、あの安く大量に仕入れて、あの今年の夏やっていきたいなと思って、毎年乙姫購入させてもらってるんですけども、やっぱいい餌ですよ。でインターネットでももちろん乙姫、まあ、送料はかかっちゃうと思うんですけども、あの乙姫販売されてますので、そこまで乙姫自体の値段をね釣り上げて、料金乗っけてるとかね、そういう感じで普通にね、あのごく一般的な価格で、買えるお店ですので、非常にあの良心的なお店だと思います。でこうやってね、魚見てても分かりますよね、金魚プリプリ、おそらく乙姫食ってますよ、この子たちも、乙姫の太り方してるんで、乙姫の太り方ってなんだっていう話ですけど、僕は分かんないですけど、でもやっぱり、ね、そのお腹の肉のつき方がですね、やっぱいいんですよね、この金魚屋キーさんのところはですね、とかフンタンとかですね、卵中とか見たらすごくあのよく分かるんですけど、しっかりほっぺに2つのコブがついてて、上の陸流もたくさんついてて、やっぱ高タンパクな餌を普段から食べさせてるんだなっていうのがすごく伝わります。そういう意味で、まあ、乙姫の太り方って言ったんですけど、まあ、実際何あげてるかはわからないんですけど、そんな感じで、まあ、なかなか九州の端っこというか、まあ、北部九州ですね、北九州って言って、九州の形した、九州地方の一番上にあるところなんで、なかなかその行きたくてもすぐ行ける方って、もしかしたらね、この動画見てる方少ないかもしれないんですけども、ね、もう今インターネット時代なので、 SNS だったりインスタグラムとかアメブロとかですごく情報を発信されてる方なので、買う以外でも、買わなくてもそのブログを見るだけでもすごく金魚の知識とかね、ためになることも書いてあるので、すごく参考になると思います。自分の飼育も結構金魚やキーさんの飼育方法をね、真似したいところ真似して参考にさせてもらって、結構うまくいってることが多いので、ぜひブログなんか見てみてください。すごく楽しいです。もうだいぶもう10年ぐらいされてるブログだと思うんですけど、基本的には1日1回ですね、更新してくれるので、すごく楽しいですね。そんな感じで、福岡県北九州市の金魚屋キーさんっていうところの金魚屋さんのロケ動画でした。まあ、そもそも金魚好きの方からしてみると、金魚屋キーさんって結構有名で、とにかくブログでもね、人気の方なんで、多分この動画見て名前聞いて、九州地方に住んでない方でも金魚好きの方はですね、あ、このお店知ってるという方いらっしゃったんじゃないですか、もしかして。
自分はあの福岡なんですけども、福岡地方なんですけども、この北九州地方というのは結構福岡からも車で1時間ぐらいかかるんで、ちょっとなかなかその距離というか疎遠な感じもするというかね、あれなんですけど、北九州っていう町自分好きで、あの子供が自分4人いるんで、子供遊ばせる場所たくさんあるんですよ。でいつも子供遊ばせた帰りにあの、ね、ここの金魚さんで餌買ったりも昔はしてたんですけども、あのそういう素敵な町で、すごく観光もね、観光スポットもたくさんある、あの文字だったり、ちょっと隣の県になるんですけど、山口県の下関だったり唐戸市場とかいろいろあるんで、ぜひあの観光がてらあの来たらですね、あの行かれてみてください。多分ブログでは本当に有名で皆さん知ってると思うんですけど、あのなかなかね、あの知ってるだけで全然距離が遠くて行けてないという方もねいらっしゃったと思うので、なんかこういう形で動画アップして喜んでいただける方がもしあのいてくれるのであれば、あちょっと YouTuber 身寄りに尽きるなっていう感じですね。多分季節ごとにもいろいろね、あの金魚っていうのはどん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 金魚は大きくなってくるからですね、在庫の方も変わっていくと思うので、で自分ももうねちょこちょこ北九州を遊びに行ったりね、あの餌の仕入れだったり行くので、あの撮影自体は初めてだったんですけども、あの気軽にあの生態の方も写真ね全然撮っていいよということなんで、今回、ちょっと急遽撮らせてもらったんですけども、まあ、関西とか関東とかにお住まいの方は多分ブログで身近な金魚屋さんだったと思うんですけども、なかなか行けないっていうことで、もしあの希望ね、なんかあのまたリアクションしてくれれば、あのまた自分行った時動画ね撮ってき、またね許可がもらえればの話なんですけども、あの動画ねまた季節が変わればね撮りに行こうかと思うんで、もしよかったらコメントの方、よろしくお願いします。結構僕はですね、あのまあ、九州っていう日本地図でいうと端っこのね金魚屋さんではあるんですけども、意外とこの SNS 時代ですね、結構金魚ファンには有名な金魚屋さんじゃないかなって自分では思ってるんですけど、そういうあのちょっと行きたくても、なかなか気軽には行けない、有名な金魚屋さんです。またちょっとねキングやキーさんの取材がね、あのこの動画好評であればまた行きたいなと思いますので、もしよかったら感想の方よろしくお願いします。そんな感じで、ありがとうございます。